とかないと薄くはなりません。もちろん筆を洗う時も厄介です。でそういうところですけども、まあこれで書いた作品が油性のものだけど、どこにとりあえずどこら辺の感じですか。あ、もっとほら、筋があって、そこにステンドグラスにしたものですね。例えばですね、塗料と同じような、車の塗料と同じような感じに仕上げたければ、こういう風に垂れ流しにしていけばいいんですね。これ油性だと乾燥性はどうですか。どのくらいで平均表面乾燥は、まあ、2、3時間になりますね。1日以上、1日以上ね、はい。でまあ、これは、まあ、塗料独特の透明感のある、まあ、メディウムが多いんでしょうけども、それで重ねていくとまるで漆のようになる。でこれもユポですね。でユポというのはやっぱり表面がかなり平らに仕上がる。こう脇から見たときに少し凸凹が見える。これが糊です。糊とかメッシュ状のシートで貼ったりするときにこれが少しね、本当にガラスの上に貼るとか、そして糊が完全に滑らかになるような糊であればこれは拾わないんですね、ということですね。ただこういう表現とか、またはアクリルの樹脂板にステンドグラス効果として、まあ、バックライトをつけるときに、まあ、これは盛り上げ用の細い、これ F バンドですね、はい、アウトラインの、ね、アウトラインのこういう引けるようなものがあるので、それで引いてそこにこのビットライを流し込む。ある意味では DIY の工芸ですね。で今その大牟田社長にこれ100年持つんですかっていう質問をしました。答えてくれません、またね。こういうまあ仕事もできると、これはですね、また別な蜂の巣構造の何て言いましたっけ、ファンタジー、はい、ファンタジーですか、はい、怪しいよね、ファイアートの世界にファンタジーなんて言葉はね、ミラクルとかファンタジーでもちょっとね、あまりね、それはどういうことかって、こういう効果が出る。塗りっぱなしにした後から乾くとこういうテクスチャーが出るんだという絵の具ですね、はい、効果が出るという、表面がやや曇りするのでなんとかの薬品が入ってこういうのがあるんですよね、ということですね。ちょっと表面が、固まる前に弾けるという薬品が入っているんですね。薬品を入れるとこうなります、はい、これ後でそばに来てみてください。で、まあ、これはあとはキャンバスに、まあ、途中経過でこう描いているんだという、これはマーカーですね。油性マーカーがあります。油性マーカーがあって、ここら辺は太いマーカー線で処理されています。で、ちょっと先ほど実験したんですけども、溶剤があります。で溶剤で描いてから、布に溶剤をつけてやると、こういうグラデーションだとか、安倍さんとも先ほどやったんですけども、溶けてくるというようなこともできます。で、まあ、こういう、ね、遊びもちょっとやったんですけども、これホルムインの遊びだとやっぱりそれうまくできないんだけども、このテーブルだとうまく溶剤が溶けて面白いことになるということです。ただこれがクラフト系では非常にいいんだけど、ファインアートでのものはどうかというのはまだ私も今日初めて絵の具をいただいたので実験はしておりません。ただいろんな効果が出るということと、それからこういうふうに、中山さんという方が作品としても発表されている、東京で出た方が作品として発表されているというのも一部、まあ、これもそうでしょうね、その方がやった、はい、ですよね、最後にありましたけど、その方が作った作品が今こういうふうにカタログになっているというところなので、皆さんも後で見てください。これはユポとの相性ですね。だからキャンバスで、どう見えるのかという効果と、ユポを使ったらユポ独特の効果が出る。したらそのアプリからアプリ版にしたらまた変わってくると。だからそういうこう
いろんなこう応用ができるんじゃないかなという点だけの今日は紹介します。それ以上のことは私自身やってませんので、人類ではそこまでできません。でそれからこれ、全く同じだけど、阿部さんこの UFO と次にこの水系の二課をいきなりやるとどうですか？うん、かけますよね、はい、でじゃあ今水星からいきます。じゃあ、ガンジペーストガンジペーストでいくらで、これ三河です。ちょっとやってください。で、それ油性だから、いやもう固まっちゃった。一つ水星ある軌道でムラなく引っ張ってはけれようとすると本当に少しダマダマ出ます。で乾いてからもう一回層を重ねていくとそれは解消できます。だから本当に繊細なやつを一発で仕上げるっていうことはちょっと危険かもしれませんけども、三河の絵に関しては全然問題ない。阿部さん大胆なプラスチックいらないんで、いいです、どんどん好きに。これお水です、よかったら水なんかも。もう阿部さんも完全に毒されてました。日本画の先生が絵の具を三河を鍛えて練っております。合理的です。そんなに私はそう言ってたから、はい、はい、本当によく分散して出られているペーストというようなものは何でやっても大丈夫です。指はいらないです。水平のようなものだと徹底的に指で練り合いなしでいないんですけども、じゃあ向こうのパネルで、あとで皆さんまたこのサンプルで実験をしていきましょう。まあ、これ三河ですね。非常に透明感が出るというところですね。全く弾かないですね。だから下に例えばですね、鉛筆ある？いいですか？ただあまりにも繊細なので、今これボツボツ見えるよね。これ本当にきれいに表面をきれいにしておいて、ここら辺も心の中も全部きれいにしておくと、こういうほこりはつきません。なんか、ここどうですか、今鉛筆でちょっと遊びしました。でその上に三河をかけて、三河でしっかりとしたの色が残るという点では他のことを考えられるよね。複合的に仕事ができるよね。で、じゃあペペロの油性マーカーちょっと書いて。じゃあ油性のマーカーと三河っていうふうにやっていきましょう。油性マーカーの上に油性の溶剤絵を描くと流れてしまうよね。だから逆から言うと下に油性マーカーのでやって即乾燥させて、その上に水溶性を乗せればどうなるか。それを繰り返してどうなるかっていうようなことをやっていきましょう。乾くって気にしなくていいよ、もう大丈夫です。これ良くないんですよ、後で割れますよ、完全に表面乾いてないから。だけど拾わないと思います。でこれが油性の上にニカワが乗っているんですね。だから日本語の人がただ墨の上とかいろいろ言ってるけど全然気にしなくていいんですよ。三河ってそれだけ努力あります。なぜなら三河の中は今おしゃれ三河でやってますから油分が入っていますからちゃんとしっかり定着するんです。A 三河とかゼラチンはダメですけども、こういうことができます。だから、油絵の具とじゃあこれが合わせられると合わせられます。だからいろんなことができているっていう複合的に考えていくと、この子自体もかなりの可能性があるんじゃないか。鉛筆だけでも非常に幅の広さができます。森本先生のところの森本先生聞いてる？先生去年まであちらにいた時の大学院生卒生で色鉛筆全部使ったでしょ。はい、でそういうふうに卒業制作でもう去年も森本先生のゼミ生は UFO誌で
ちゃんと表現して卒生に出していると、今年も望月さんはきっと152、ね、2点できるかもしれないというところで今ね頑張ってますけども、そういうあのチャレンジもするから、いろんな形 でこれなぜ最初に僕がただ単にその墨、あこれちょっと墨吸ってちょっと淡墨でパッと散らして垂らし込みしてくれる、これね真似しないよね、僕が発表するんだからいい、その前に誰かがね、青木ゼミの誰かがね白貼って真ん中に水墨やって発表しちゃったのひどいよね山里だけどね、あのいろんな方法があるんです。で、炭のような表現がどうなるかっていうのをちょこっとやってみましたね。今やってみ、これやってっていうことある？大丈夫？あの本当はね全部朝の張り込みとかいろんなことやっていきたいので、それはそれであの、時間を持ってやります。さっちゃん、あ、そう。お水、きれいな、もうきれいなお水。体に石がたまらないように腎臓悪いのでこれ以外飲まないんです。で これが日本で一番、世界で一番の軟水なんですね。でこれで炭をすらなくちゃダメなんです。長谷川東博にせばろうと思ったらこの水で、まあ、この授業をやります。あの今週はあの土曜日がもう通信の大学で授業にまたこれやるんですけども、あれこんなに水につくそんなにいい炭しか先生ないんですか？あ、そう、はい、いやそれとあと中国で100円の炭しかないです。それやめて我慢してないとこないじゃん。ああ、やっぱり炭表面と、普通あの画仙紙だとか、それから普通の和紙で炭表面とか水墨の竹和紙とかやっていくと、その上に油絵の具とかなんかいきなりできないよね。これは関係ないよね。自体がポリポリピレンだから全然そんなの関係な、何を水混ぜようとしてるの？何垂らし込みですよ。垂らし込みします。あと炭だけのやつもやってほしいですから、あ、はい、両方やります。今動いてるよね、これ動くよね、動くよね、はい、入れて、はい、普通の
和紙だとここまで動かないんだけど、これ動くんですよ。あんまりやると色を真似されちゃうんで、まあ、こういうね、あのことが、いろんなことが可能なんですね。で、それは舌で吸わないっていうことと、じゃあ定着が悪いかっていうと定着するんですね。で今なぜイエローカーを入れたらわーっと逃げたか分かる。海面活性剤入ってるから、あと三河の表面ね、三河がずーっと押すんですね。炭の三河より強い三河だからガーッと押すんです。でその押すときに水が入ってるんで、水を押しながら三河をガーッと向こう行くんです。そこの間に白くなるんです。科学的なこと分かってると、こうするとこの時にこっちの方が三河が強いから、こう薄い三河の方を押してるんじゃないかっていうことをある程度予想もできるんです。だからこっちを先にやってこっちを後にすればいいとか、でそれまたそのまた逆もいいんですね。でそういうことを知らないと若冲の絵とか東博の絵は解明できないんですね。だから表面的なところでなんとなく似てくるから、みんな同じになっちゃうんですね。それとは全く違う今の水墨だと墨表現をしたいとか、他の印象派までの油絵と現代の油絵をどう変えていくかとかっていうものは、ちゃんとしたこういう科学的な座席がない限りは先がないんですね。だから日本のアートが滞っちゃったのは、ヨーロッパ、アメリカに科学を知らないままやってるんですね。で先週岩泉さんの資料でニューヨークのところでは、もうここにあるような全部アクリル絵の具の原液が何種類もあって、それを増粘剤もたくさんあってっていう、自分でカスタマイズして原材料を全部売っているのね。だから原材料を買ってきて自分が、まあ、ほとんどニューヨークとかなんか顔料ベースで売ってますよね。まあピグメントもありますけども、要は水でしちゃったものがたくさんあって、でそこに自分の好みの濃度の絵の具とかなんか全部作っていって、もうオリジナルだよね。だから原液の能力分かってきたら割れることはまずないよね。で、退職することないよね。ガリ 100% やるんだ。ガリを全部多くする。だからそういうことが、日本のお店とかメーカーって全部うちはいいやつ使ってますよって、どこのメーカーのものを使ってますかっていうと答えてくれないんだよね。それは企業秘密です。一番いいのはラスコ、2番目がローマンズハーツって決まってるでしょ。で、ローマンズハーツ使ったら1社しかないんだよね。じゃあ後のメーカー何使ってんのっていうわけ。信用できる？出さないよね。自分のあのメーカーとしてその大場柱となるものを出さないんだよね。それで例えばアルファギネンっていうテレピンとかってのは新しくはしないよね。これ何月何日に製造されて、新しくは新しいが生鮮食品と同じだよね。それ5年も10年も経っても売ってるよね。お店で線を切られないから大丈夫ですって言うね。嘘つけって言うね。植物の例えばサラダ油なんかさ、1年経ったらさ、お店が撤去されるじゃん、ね、酸化するよね。でそういう画材を堂々と売るんだよね。おかしいよね。本当は添加剤がなければ持たないよね。だから日本画の人ってそのまま絵の具を作ってそれでパッと描くよね。フレッシュで描くよね。まあ1週間ね、今熟成ブームだから、1週間熟成したなんて言ったらさ、使えたもんじゃない、まあ、臭くて3日目で。だけど、アクリルの人たちとか、アクリル絵の具って、でチューブ入れたもの全然平気だよね。三河ってチューブ入れたらダメなっちゃうよね。それはフレッシュだから。それを長く持たせようと思ったら添加剤で。で添加剤地獄なんだよ。だから、印象派以降の絵をバリバリになっちゃう。だから一番フレッシュで一番500年以上のものというルーブルは一番フレッシュ で、ポンピドーがひびはいっぱい入ってるけどまだ落ちないで樹脂で固まってる。あ、オルセーね。でポンピドーに至っては修復不能になってるよね。だからそれはもう本当に書ければいいんだ、表現できればいいっていう時代があったけど、そろそろ見直されてる。でその時にまあリポシンがどれだけ対抗力あるかは分かりませんけども、一応今までの実験ではあまり黄ばまないんですね。黄変があまりしない、それはおそらく、スタニムホワイトは使ってないんだと思います。スタニムホワイトでも黄変するんです。黄変止めには亜鉛化という人工ホワイトを 10% ほど入れないと黄変するんですね。だけどそれは劣化するんですね。
から応変しないようにするためには何かことはそうするとそれは劣化が促進されるというところがあって、まあ、ここら辺はあのなぜじゃ あ印象派以前のものは何であんなに持ってるのかっていったら科学的なものを添加してないからですね。で科学が悪いかっていうふうになって科学を最小限にするためにはアパリチューブの中のものは信用しないというですね。だからアメリカが顔料ベースのものすごくバリエーションがあって顔料メーカーが全部それを作ってるということですよね。だから日本側が今世界的にならしいけないと僕が言ってるのはしかも発色がいいのは最もいいのは三河なんですね。なのに脇で不動小あの山通りで止めてでアクの出るラワンペニアのパネルでやってアク止めもしない捨て張りもしないでやって海岸に行って飲酒効果あってねじれちゃってそれ誰どこ誰だなそれだっつったら東京芸大の日本語の院展の先生なんだよね、うん、T 先生なんで、ね、そういうことが起こってるわけここ2、3年でだけどそれ誰も分からないよね。それを発表しないからそれを推薦したりとか企画した人は恥ずかしく言えないからで日本では誰も耳に入らないようにあの言論統制されてるからだから素晴らしいって言うかもしれないけど実は全然そういうことがあるから日本側が世界に出られないのね。で日本に今誰が一番人気があって売れっ子を連れて行ったらダメじゃんって言われてね全部パネルを移し替えられてだから行っても売れないまま帰ってくるよね。じゃあ次の日本側から行くっつったらさ日本のトップだったんでしょって言われたらいらないよって言われちゃうんだよ。実はそういうところなのね。だから本当にパネルがねじれるってことはありえない ありえちゃいけない。片面パネルって本当にいけないんですね。わかる？さっきやったように裏までやるとか全部がこういう両面パネルでやることがベストなわけですよ。ある時から昭和30年のある時から片面パネルになり始めました。そこから日本技術が非常に悪くなってきた。片面パネルなんて使う国はないからね言っちゃう。いい？これよく覚えておいて、うん、だから世界にはそれがいかないってことだ。いいかな。でもしくは片面パネルでもしっかりとあの反らないように直張り地獄張りにしていかないとなかなか世界は厳しいよということですね。でその時にユポはかなり大丈夫そうだよってですね。で今日はユポを紹介しました。でさっきも言ったように本当に世界のいう地球の宝物が本当に一番安いチップボールドでみんなが知ってるこんなことやってるおっさん書いてあるのもこれなんだよとかルーベースの豊かなフォーマンマイナーねもう一番最高傑作はこれなんだよとかね皆さんあまり分かんないでしょうけど、まあ、ロートレックトゥールーズローテックとか、ね、PR とか、ね、ナビハが書いていた人たちはほとんどこれに書いてる人が多いんだよってことだよね。これがリアルの作品もこれが見えてるよね。でもキャンパス